はい、こんにちは。本日はですね、たけしが行く今から行ってみたいと思います。なんだろう、あまり普段見慣れない場所というかね。はい、ここはですね、チャタンっていう、皆さんご存知の美浜があるところですね。アメリカンビレッジです、美浜といえば。はい、その近くに来ております。ここはですね、一応砂辺って場所ですね。皆さん、おしゃれなね、こちら住宅が並んでおります。そして反対側は、はい、海です。今日はね、雨降っておりますね。少し天気が悪いです。皆さん見えますかね、奥の方に黒いちらほらサーファーたちがいます。いや、めっちゃ寒いっすよ。でもね、海の中はあったかいって言いますよね。いやー、いいっすね。まあね、本日はタクシーが行く、サーファーをね、見に来たわけではないんですね。今からね、美味しい蕎麦屋さんがあるので行ってみたいと思います。沖縄ではとても有名です。ちなみにその蕎麦屋さんは自分がね、もう小学校の頃から行ってた場所です。ちょっと久々に行くので楽しみですね。この海岸通りはね、かなり映えると思います。デートにいいと思いますね、ここは。夜中なんかね、昼間はサーファーの方たちが盛り上がってて、夜はね、カップルやね、いろいろな黄昏れてる人が多いかもしれないですよねいやー、それにしても寒い。今日はね、18度だったんですけど、今何度だろうな。お気づきかと思うんですけど、ほぼほぼ外人さんが住んでおります。ここはアメリカ在日の方がこちらはほぼ住んでおりますね。そして結構おしゃれなカフェがめっちゃ多いです。ここは見てください、もうすでに見えますよね。このカフェも有名です。おしゃれです。おしゃれなカフェが並んでおります。ここ砂辺はもちろんね、サーフショップやダイビングショップもあります。そろそろ蕎麦屋さんに近づいてきましたんで、楽しみですね。ここから行こうか。はい、降ります。はい、こちら浜屋そば、知ってる方は知ってるんじゃないでしょうかね。有名な沖縄そばのお店です。いや、久しぶりですね。本当ね、小学校2年生ぐらいかな、本当よく来てましたね。昔の家がね、嘉手納って場所だったんですよ。お隣なんですよね、チャタンと嘉手納は。はい、行ってみましょう。今日はね、人がいないのですごい嬉しいですね。いつもはね、めっちゃ並んでるんですよ。ここにずらーっと、今日はちょっとありがたいです。平日なんでありがたいです。では行ってみましょう。
はい、ごちそうさまです。浜屋そばとても美味しかったです。何年ぶりに来たのかちょっと忘れたんですけど、だいぶ月日は空いてたと思うんですが、味は変わらないです。スープがね、白濁で、豚骨ベースですね。豚骨ベースのだいぶあっさりした薄味です。でもうまいんですよね。そしてやはりなんといっても軟骨ソーキがめっちゃうまいんですよね。だいたい醤油ベースの甘辛いソーキが多いんですけど、こちらはもう塩ですね。もう真っ白でしたよね、ソーキが。塩味のソーキです。とても美味しいですね。いや久々です。まあでも今回救いはあまり人が並んでなかったことですね。行くときにああもう並んでんだろうなって思ってたんですけど、全くいなかったので助かりました。でもね、店内にはねちらほらお客様がいたので、まあガラガラではないです。やはり老舗のお店です。はい、また海岸通りを歩いて戻りましょう。いいっすね、景色。ちょっとね、下から行ってみよう。こっちからね、行ってみよう。大自然の前では人間は無力です。車遠いな。だいぶね、離れたところに止めたんで。いや、過ぎてねえか。もうちょい前でした。それじゃあそろそろ車に着きますんで、ここで動画は終わりです。皆様チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではニュータケシ。それじゃあ